はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。そろそろ床屋に行かないとなぁ、なんて思いつつ、昨日ですね、池袋東口で政治活動をやってまいりました。お手伝いいただいたメール党員の皆様、チラシを受け取っていただいた通行人の皆様、誠にありがとうございました。小学生のですね、4年生、5年生ぐらいかな、の男の子ですね、チラシ受け取って、制作4世で、大体わかりますって言ってたんですよ。読んでも理解しないバカパヨも多いと思われるのに、末恐ろしい子もいたもんで。もうますますね、情報格差っていうか、その子はネットを見てんだろうな、きっとな。これ大体わかるっていうのね。イスラエル状況続報。私は川口がイスラエルみたいになっちゃうんじゃないか、なんて将来的に心配しておりますんで、興味があります。イスラエルに侵入したテロリストは50人じゃなくて数百人だった。まあ、ゲリラ兵っていうのかな。イスラエル側の死亡者は1100名以上。イスラエルの人口が936万人なんで、まあ、日本で言ったら1万人以上、のダメージですね。1万人以上が亡くなったぐらいのダメージが。負傷者3000名以上。ハマス側は死亡者400名以上。負傷者は不明。事前に察知できなかったモサドの威信がガタ落ち。イスラエル空軍、直ちにガザにあるハマス拠点800カ所を攻撃。これにより民間人含む413名以上の死亡が確認された。前の400名の死亡と合わせて800名ぐらいは、死亡したのかな、ハマス側。平和音楽祭の観客だけで250人以上が死亡した。これフェスやってるとこ周り囲んで撃ちまくったんでしょうか。無差別にひでえことしやがんな。日本人 DJ っていうかラッパーが参加していたが、運よく逃れられた。2名のタイ人が死亡、20名が行方不明、複数の米国人が死亡、行方不明、ウクライナ人2名が死亡、農場で働いていたネパール人2名死亡。ってことは、農場にも攻撃があったってことで、本当無差別ですね。これロケット弾によるもんだと思うんですけど、なんか狙いもあやふやで撃ちっぱなしで、主に嫌がらせに使う目的で使う、なんかお手製のロケット弾。英仏にも犠牲者がいる模様。ハマス支援のためか、何者かがレバノン領からイスラエルに砲撃を加えた。エジプトアレクサンドリアで、警官がイスラエル観光客2名を射殺。流れ弾でエジプト人1名死亡。ハマス指導者イスマエル・ハニヤ、敵の敗北の始まりだ。イスラエル・ネタニヤフ首相、この暗黒の日の復讐をする。第4次中東戦争以来50年ぶりの地上侵攻の準備開始。地上侵攻軍は10万人規模、イスラエル軍10万人規模が集結している、48時間以内に侵攻が始まる可能性が高い、ブリンケン米国務長官、サウジとイスラエルの国交正常化を妨害する目的の可能性がある、日本時間9日午前、国連安保理緊急非公開会合開催。各国の声明、米国、イスラエルは我々と共に、イスラエル支援のため空母ジェラルド・アール・フォード艦隊を派遣する、弾薬の支援もする。 EU、 ハマスのテロリストたちは無垢の女性や子供を捕らえ殺害した。 EU はイスラエルと共に、イスラエルには自衛権がある。上川陽子外務大臣、罪のない一般市民に多大な被害が出ており強く非難する。どっちよ、そこはハマスを強く非難するって言わないとダメなんじゃないの。メガネ、双方自制を非難合合。何言ってんだ、非武装民間人が虐殺されてんだと。ハマスを非難しないとダメじゃない。なんだその玉虫色の双方自制。なんだ、非難合合。インド、我々はイスラエルと連帯する。タイ、イスラエルのためにできる限りのことをする。ネパール、イスラエルと連帯する。バイデン、恐ろしいって言ったらしいです。ロシア、
てん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 、中国てんてんてん、何の声明を発表していないイラン、ハマスを支持する、支持を明言したのはイランだけ。アフガニスタン、地震で2500人死んじゃった。あ、だってアフガニスタン今地震で大変なことになってるらしいであります。 BBC、CNN、FOX、ABC は連日イスラエル状況を特集報道。日本のテレビ局ヒルナンデス、健康&ヘルシーに特化、女性人気の新業態スーパーで本気買い、さんま御殿秋の3時間スペシャル、しゃべくり007、芸能界最強県人会が大集合2時間スペシャル、第5の献立今日は何にする、西村京太郎シリーズ、鉄道捜査官17、ネットの賢者、イスラエル製の高性能な兵器がウクライナに渡るのが面白くない、ロシアが古文のイランを通じてやらせたと。そっか、それも一理あるな。ハマスが突然イスラエルを襲撃したことについてネットの反応、なんでハマスはここに来て急にぶっ破したのか、先制攻撃したハマスにはどんな勝ち目が見えているんだ、イランの核がイスラエルをやれる目処でも立ったのかな、サウジとイスラエルの関係改ざんを妨害するためらしい、これで サウジはよりイスラエル寄りになったりしないの、ドン引きして何してくれてんだハマスぐらいは思ってそう。これサウジのことですね。非武装民間人の見境ない虐殺は誰も擁護できない。今のところハマス支持を明言したのはイランだけだな。フェスに来てた他国の観光客もやってしまったのが大失敗だ。被害者の国はハマスを許さないだろう。日本は関わっちゃいかんわ。同じ国に自治区を設けると永遠に争いのもとだな。なんか川口はクルド自治区に来るするなんて勝手なことほざいてるクルド人いるみたいですね。ウクライナよりよっぽど核戦争に至る可能性が高い。イスラエル核持ってます、イランも持ってそうっていうことで、虐殺してそれを動画に撮影してネットに流してんだもんな。ネタニヤフは欧米が同情的なうちにガザを叩けるだけ叩くつもりだろうと、通りすがりの民間人見境なく射殺して裸にして遺体をね路上に飾ったり車で引きずり回したり、さらにその動画をネットにアップって ISIS とメンタル一緒だな、やっぱテロリストなんだな、イスラエルは戦争って言ってますが EU みたくテロって認定してですねテロリスト掃討作戦とした方がいいような気がすんな。テロリストに対しては正規軍よりも容赦しなくていいんだからさ、だってやってる内容は紛れもないテロなんだし民間人虐殺なんだしね。テロリストなら捕虜にせず問答無用で射殺しても非難されないし人道的に扱わなくてもいい。米軍グアンタナモ収容所でやってましたね、捕虜縛り上げて、犬けしかけるとか、テロリストに人権ない、人権人道的に扱わなくていい、容赦なく仕返しできるってことで、こっちの方がきつい報復できるような気がするんですけど、せっかく EU がこれはテロであいつらテロリストって言ってくれてるんだからイスラエルも便乗した方がいいんじゃないのかな。イランはこんな連中の支持を公言してるんですけど、まあもともとテロ支援国家認定されてるから気にしないんですかね。まあ現在のところのイスラエルの状況はこんな感じであります。まあ気の毒ですよね。親子代々にわたって憎しみ合い殺し合いやってる土地に生まれた方は誠に気の毒であります。海に囲まれた日本は幸せだなぁ、思います。現在の雇用保険は週20時間以下の労働者は入らなくてよしなんですけど、厚労省はこれをですね労働10時間以上なら保険料払ってくれに変えることを検討開始、これが実現すると500万人程度に影響が出る、つまり取りこぼさず保険料をかき集めるっていうことらしいんですけどね。世論です。手取り減っちゃうな、企業も負担が増える、企業の負担通貨もともとはお前らの給与が原資やで、そうなんですよね。社会保険料とか企業が半分出してくれるじゃねえから、もともとそれ、自分でもらえる分だから、あの手この手で保険料をかき集め、10時間以下しか働かない人が増えるだけ、人手不足推進政策、企業が雇用を控える政策ばっかだろう。岸田的には増税じゃないからよしなんだろうな。まあ、実質税負担率が
増えるのは、増えるんだから、増税じゃないからよし、じゃねえぞメガネ、じゃねえぞメガネ、あの手この手で。中国共産党御用新聞、グローバルタイムズ、日本が反撃能力を手に入れれば、必然的に中国の攻撃対象になるんだぞ。もうとっくにね、核ミサイル録音してるくせに、何言ってんでしょうね。世論です。御用新聞って共同通信かと思った。よし、聞いてる。早く配備しよう。配備しないともっと危ない。まるで今は標的にしてないような言い方。配備しなくても標的にしてんだろ。国内にいる人民が核より危険。そうだね。なんかね、あんまり客が入ってない中華料理店で、お客の数に見合わないほど、なんかガタイのいい料理人、店員がいる中華料理店。私怪しいと思ってるんですよね、これ。人民の放棄拠点、基地、アジト、じゃなかろうか。思ってるんですよね。北京に届くトマホークを200発買って、中共が騒ぐ、イコール、正解、ということに。正解って身の持っただっけ。200発は、ちょっと射程が短いやつ買うんだって。攻撃対象にするぞ。毎日毎日、尖閣諸島に嫌がらせに来てて、何を今されてる。もう中国はすでに我が国の潜在的敵国ですからね。最先端半導体を渡さない規制も始めたしね。中国共産党の脅しと嫌がらせには、徹底的な無視と適切な仕返しが有効だと思います。テロには同程度の、同規模のテロで、報復しないと、必ず成功されてしまうっていうのは、昔ドイツにいたちょびひげの政治家が言った言葉ですね。中日韓国大使、 EU のようにパスポートやビザなしで日韓を行き来できるようにしたいと発言。世論です。お断りです。嫌だ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 、断固しよう。いや大嫌いなのに勘弁してください。日本に何も得がない。そんなことより竹島改正、むしろ入国を禁止すべき。盗んですぐ帰る、強盗してすぐ帰る、強姦してすぐ帰る、こんなことを繰り返しそう。日韓は犯人引き渡し条約は結んでるんですけど、素直に私は死ねえだろうなあいつらな。こんなことを言い出すとは、表に見えてる以上に経済がダメダメですり寄ってきたのかな。助けてほしいっつってね。韓国関連株は空売りしとけば儲かるかもね。竹島軍事占領中の新生軍事敵国が何寝ぼけてんですかね。自由に聞きしたいって。自民党が寝ぼけてっから、それに合わせて寝ぼけてんのかよってね。領土の一部を占領されてんだから、敵国人は来日禁止、入国禁止、半島への渡航禁止が普通の国の振る舞いですよね。イラン人がイスラエルに自由に逃げっかっていうね。イスラエル人がイランに自由に逃げっかっていう、そういう話。私も相当間違ってますけど、自民党は私以上に間違ってます。これは確実。全国には114の地方ローカル局が存在する。2014年の総売上は7055億円。これが2020年には5933億円に落ち込んだ。2割にはいってないのか。このままでは地方局が全てなくなってしまうのではないかという記事が出ておりました。世論です。そりゃそうなるわ。地方には仕事ないし、しゃあない。地方はインフラ維持が困難で、まず地方水道料金が来年から値上げらしいな。もう値上げ開始してますよ。地方が終われば地方から収奪して繁栄している東京も終わる。そうなんだよね。地方のおかげなんだよね、東京が繁栄してるのはね。地方に限ったことじゃなくて、キー局も大手新聞もすでに減収続きでお先真っ暗。テレビと新聞自体がピンチなので何も問題はない。心配しないでも大丈夫。NHK でさえ減収、売上減少止まりませんもんね。そんで躍起になってネットから取りましょうって画策してますけど、テレビと紙の新聞はもういらないのでは。地方局114局が束になってもですね、NHK の売上以下なことに驚きました。まずは NHK がぼったくりすぎなのか、地方局がしょぼすぎなのか。地方局が消滅して地方でテレビが見れなくなって、みんながネット見始めたら、今までの嘘が一斉にバレて世の中大変化するんでしょうかね。むしろその方がよくね。そういう世界見てみたいんですけど、地方の皆さんね、テレビがなくても全く何も一切
ナッシングアットオール、アブソリューティリーナッシングアットオール、一切困りませんからね。現に私そういう生活20年続けてますけれども、全然困りません。むしろ時間を有効に使えてよし。変に物欲を煽られて無駄なもん買わなくて済んでよし、広告見ねえからね。なので地方はテレビを見れなくなる日を恐れないでください。なんとかなりますからね。東京で子育てをする30代夫婦、世帯年収1000万円以上が4割、600万円以下は2割だった。じゃあその間の600万から、あれですか、1000万円までの世帯は4割ってことなのかな。扶養家族なし、控除なしの一人の夫婦じゃなくて、まあ独身男の年収1000万もらったとすると、手取り額は税と年金と保険料もろもろ引かれて約700万円です。300万円持ってかれます。月々25万円、持ってかれます。年収1000万で子供いたり体悪くて工場になってるとかいうのは全然ないと。子供2人育てるのに、リビングダイニングキッチンと夫婦の寝室、子供部屋2つ必要と考えると 3LDK だ。豊島区の 3LDK の平均家賃を調べたら16万円でした。これね、したらば子供1人当たり扶養控除500万円つって、子供2人だったら1000万円だったら全部控除無税とでもしない限り無理だよ、これ全然無理。これが田舎でね、農家でね、敷地にトラクターしまっておけるような倉庫があるですね、どでかい家に、じいちゃんばあちゃんと暮らしてるなら世帯年収300万でも余裕なんですよね。実はアルファードも買える、生きってる、庭で焼肉やったりして結構楽しく暮らせる、お受験も都会ほど熱心じゃないから塾通いも焦らない、周囲もみんなのほほんとしてるからそれで置いていかれないという事情がありますね。古舘一郎、局側のジャニーズ担当は銀座のクラブの請求書をジャニーズ事務所に回して払わせてたわとバラす。バラしちゃう。まああるでしょうね。金だけじゃなくて、女性の提供や場合によっては男の子の提供もあったかもしれないですね。テレビ局のジャニーズ担当、やっぱりそういう趣味の人が担当して、私がジャニーズ担当になりますって手を挙げて、それからなんかジャニーズ担当はテレビ局内で出世していくっつうんだけど、その銀座のクラブで飲み代をジャニーズが負担して、局内の人間を接待しまくってで出世していくようなシステムが出来上がってたのかもしれないな。まあ、あるでしょうねっていうか、全然驚かないないう感じであります。イスラエルの状況は今後も続報で届けたいと思います。川口がこういう風にならないかどうか、私は心配で心配でなりませんので、イスラエルのことには興味があります。デトックスジャパン。